お待たせしました。コンサルのコンサルやってます、町田です。はじめまして、普段コンサルやってます、長峰です。早速ですが、仕事の相談してもよろしいですかはい。コンサルの方の相談を受けることがコンサルのコンサルである私の仕事ですので。 実はこのままこのコンサルの仕事を続けていいのか不安で自分なんかが人に助言をしていいのかとそんな時期もありますただコンサルの仕事は依頼主の課題を見つけその解決策を提案することです目の前の依頼に全力で取り組むそうすることでコンサルの実績が増え長峰さんの不安も取り除かれると思いますよありがとうございます悩みが晴れましたよかったです私はここで次の待ち合わせがあるのでありがとうございました失礼します お待たせしました。コンサルのコンサルのコンサルです。藤井と申します。お願いします。実は自分に自信がなくて、こんな状況でこの仕事を続けていいものかと。今の状況でも異例が来てる時点で、あなたは求められてるんです。自信を持って続けるべきだと思いますよ。ありがとうございます。解決しました。私はここで次の待ち合わせがあるので。お待たせしました。コンサルの4乗です。お願いします。相談なんですが、今のままの、今のままの仕事ぶりでいいのか不安なんですよね。なぜそれを私レベルになると出だしでわかります。すごい。このままやっていけば大丈夫です。ありがとうございます。 お待たせしました。コンサルの母です。お願いします。相談ですが。待って。顔見たらわかるから。本当ですか自分を疑わずに仕事に真摯に向かえば大丈夫よ。ありがとうございます。お待たせしました。コンサレストです。お願いします。相談なんですが。胸に手を当ててみて。え解決しました。すごい。出会った時点でコンサルなんで、さすが最上級のコンサル、コンサレスト。ありがとうございました。お待たせしました。コンサルの中の人です。お願いします。あれ、どこに今、あなたの脳に直接話しかけてます。すげえ。